どうも、タバタブラザーズです。兄の吉木です。本日もですね、高校野球裏話やっていきたいなと思います。本日はね、ちょっと、非常に攻めた内容になっておりますので、まずは皆様の母校の名前が出るかもしれません。ですが、まあ個人的な意見ですので、不快に思われた方はすぐに、動画を削除してください、消してください。まあ今回の内容というのが、以前に動画を撮影したんですけども、大阪桐蔭4番が選ぶ関西で行きたい高校ベスト3というところで発表させていただきました。その動画では3位京都国際、2位智弁和歌山、1位履正社というところでやらせていただいたんですけども、結構好評をいただきまして、コメントも多くてね、本当にありがたいですけども、今回はそれの逆で大阪桐蔭4番が選ぶ行きたくない高校ベスト3関西編ということでやらせていただきたいんですけども、まあ行きたくないっていうところはやっぱり不満点があるとか、どうしてもそういうネガティブな理由を挙げてしまうので、まあそこはね、ちょっと不快にさせてもらったら申し訳ないんですけども、僕も約10年前大阪桐蔭というところで野球をしてまして、その時にね、得た経験、知識、なんていうの、野球の感じ、雰囲気とか、そういったところを含めて、今回3校選ばせていただいてます。まあ一応ランキングにしてるんで、3位、2位、1位という形にはするんですが、そこまでね、そこまでランキングに差はないです。一応そういう形にはしてますけども、っていう。それでは、大阪桐蔭4番が選ぶ、行きたくない高校、ベスト3、関西編、第3位。大阪。はい、こちらタバタブラザーズオーダースーツでございます。今年の秋冬のトレンド、グレーとレッドです。皆さん覚えておいてくださいね。で、こちらの裏地がちょっと派手に遊びまして、そしてグレーとレッドということやったんで、僕はこちらの裏地ワインレッドにしました。みんなもね、かっこいいスーツ着ていろんなとこ行ってください。タバタブラザーズオーダースーツ、ぜひ秋冬モデル検討お願いします。こちらタバタブラザーズオーダーユニフォームでございます。ぜひ皆さん概要欄から LINE 登録して見積もり発注よろしくお願いします。大阪、大阪桐蔭高校です。すいません、行きたくないです。いや、まあ行きたくないんですけど、まあそのいろんな理由ありまして、寮飯まずいとか、寮が厳しいとか、まあそういうの一旦置いときます、とりあえずは。大阪桐蔭って、その甲子園出てなんぼのチームというか、ほんまにこの、出られへんかった時の辛さが、えぐいんですよ。ほんまにやばいと思います。精神的病にかかるんちゃうかぐらいの、絶望感というか、虚無感に襲われるんですよね。で、僕たちの代って、自分たちの代だけ甲子園出たんで、まあ、全高校球児が甲子園に出る権利っていうのは5回ありますよね。僕たちの時って5分の2なんですよ。で、その2回とも優勝しましたっていうだけの話なんですけど、3回出てないんで、もう終わってたよ、ほぼ。それは自分たちの代ね、出れたら嬉しいけど、出られへん可能性もあるわけやん。だから、上で出とったら、ああ、まだ甲子園出れたしな、これから頑張ろうか、みたいな、なれんねんけど、出れへん可能性の方が大きいわけやん。そんな一発勝負の世界で。これはちょっとリスク高すぎるんよね。その甲子園出れへんかった時って僕らその3回ありますけども、地獄やったんですよね。その地獄を経験してる自分からすると、本当にああいうことは経験してほしくないなと思いまして、第3位に大阪桐蔭ということにさせてもらいました。まあ、その甲子園出れへんかった時の地獄な心境っていうのがまず1個あるし、プラスで携帯あかん、飯まずいとかそのいっぱいあるんで、やっぱり3位かなと思いましたね、うん、厳しそうですね。まあ自分の母校というところで気を使って第3位にしましたが、まあ1位でもおかしくないかなっていうチームですね。はい、それでは大阪桐蔭4番が選ぶ関西で行きたくない高校ベスト3、第2位、智弁和歌山高校です。もう何回名前出すねん。ほんまにもう智弁和歌山ばっかりね。
やっぱり僕行きたくないですね、智弁和歌山に。今、約10年経っても思いますけども。まあ、その、僕らの時の話、僕らの世代の話で言いますと、まあ、高島先生が監督屋さんやったりして、ね、僕のイメージ、その、今の智弁和歌山置いといてね、その一昔前は、進路がめっちゃ弱かったんですよ。ほんまに、めっちゃ有望選手。もうだから、甲子園ベスト4とか優勝とかしてるのにしてるレギュラーたちが関西のわけわからん大学行ったりとか、それこそ僕も一緒に野球したことある勝也さんとかね、手塚山大学やったかな、誰も知らへんやん、そんな手塚山大学、大阪の外れにある大学なんですけど、なんでなんみたいな、もっと行けたでしょっていうところで、やっぱ進路がちょっとしょぼすぎる、もっと6大学バンバン行ってもええのになみたいな。だから僕の智弁和歌山のイメージっていうと、ほんまにキャプテンとエース4番の3人のうちの1人が6大学行きますみたいなイメージなんで、やっぱちょっと弱すぎるなっていうところがまず一つですね。その進路の弱さというところで智弁和歌山を、第2位に選ばせていただきました。それでは関西で行きたくない高校栄えある第1位、ちょっとこれ、名誉ではないので申し訳ないんですけども、京都。京都から行かせていただきます。龍谷大平安高校です。すいません。きついっしょ。なんか、平安ってしんどい。今は知らないですよ、あんまり。でも今、最近はなんか弱いイメージやな。最近での話、僕の浅い知識ですけども、監督さんがめっちゃ怖かったんやけど、めっちゃ優しなった。みたいな話を聞いて、まあ、めっちゃ優しになった代わりにちょっと弱なったみたいな話を僕は聞いてます。ただその僕らの時代の話をさせてもらいますと、めちゃくちゃ厳しい監督さんで、大会ごとに五輪にしたりとか、もう早なんてもうそんなええやん、あと、グローブの網を取って網のない状態でキャッチボールするみたいな、もうわけわからへんねん、そんな試合でせんやんみたいな、僕はちょっと平安は合わないんちゃうかなって、自分がね、自分がもし入ってたら合わなさそうやったんで、平安を1位にさせてもらいました。じゃあそれで平安の僕の一番嫌いなところは、そんだけなんかそう、監督、昔の話ね、監督厳しくて五輪にして、アップも2時間以上して、変な練習もして、みたいな。これで日本一をずっと取り続けてんねんだよね。最強チームみたいな。もう関西やった敵なしです、全国でもみたいなチームやったらええねんけど、弱いね、平安って弱いね、なんか弱いねんな。それ強かったらええねんけど、やっぱそこで僕はちょっとね、評価を落とさせていただきました。この動画を見てくれてる人は多分僕の行きたい高校ベスト3見てもらってると思うんですけども、まあ今回行きたくない高校というところで、まあ3位大阪桐蔭、甲子園出れなかった時の絶望が半端ないで、第2位智弁和歌山、進路が弱い、第1位平安、なんかきつそうやのに弱い。ちょっともうほんまにすいません、すいませんけども、やっぱりね、そう冒頭にも言ってますから、もうほんまに今日は申し訳ないこと言いますよと。というわけで、皆様の素晴らしいコメントも元に動画を作成しております。あ、番外編いかしております。番外編は昔の PL 学園です。はい、絶対に行ってはいけません。もし PL 学園が、今後復活しましたみたいな、ですごいいいチームです、監督さんもめっちゃすごい人になりました、行かない方がいいです。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。